昔この我々のチャンネルに出ていただいた、うん、INTJ の女の子が、はい、フォローしている、うん、INTJ の男性、うん、はい、こんなツイートを上げてたんですね、うん、この関係を大切にしたい、うん、という思いが根っこにあること、互いの関係に関わる重大なことは憶測にとどめず確認し、うん、互いにしっかり主張し、うん、しっかり耳を傾けること、うんうん、私の思う大切な人の人間関係はこんな感じかなって挙げてたんですね、はい、うんうん、ちょっとじゃあ隊長はあの文字派なので、はい、文字を読んでもらいましょうか、はいはい、で僕はこれを読んだ時に、うん、僕は聞いた情報を一回あの、はい、YouTube で頭の中で流す派なんですね、はいはい、YouTube で見るんですよ、はい、僕なりのこの受け取ったシナリオを動画にして再生して理解するんですね、はいはいはい、あのコーディングできないんですよ、はい、エンコーディングって言うんでしたっけこれって、はい、なんか動画化できないんですね、はいはい、この言葉がでなんんこれは何を言ってるんだと思って、普通じゃないですか、普通とは普通のことを言ってる、なんか当たり前のこと、体調の中ではこの今もう一回言いますね、じゃあ、はい、この関係を大切にしたいという思いが根っこにあること、うん、互いの関係に関わる重大なことは憶測にとどめず確認し、うん、互いにしっかり主張ししっかり耳を傾けること、うん、この人の思う大切な人との人間関係はこんな感じかなとあったんですね、はい、まず僕が先に言っていいですか、はいはいはい、これに対して、はい、僕の場合この関係を大切にしたい、うん、という思いが根っこにあることの意味がもう分かんないんですね、根っこにあることは飛ばしていいです、飛ばしていいですと書いてないですけどね、飛ばしていいです、意味はない、でこの関係を大切にしたいという思いがあることでいいじゃないですか、っていうとそれ全部そうじゃないのって思うんですよ、まあそうですよ、あ全部っていうか、まあそういう基本そうだよねって、基本そうではない、あ基本そうではない、いやあの何て言うんだろう、こうやって関わろうとする人、はい、そうですは、うん、この人との関係は大切にしなきゃなっていう、大切にしたいって思うかなって、思ってる、僕思ってないですよ別に、でもこう壊れたら困るなとか、何て言うんだろう、例えばデフォルトとか思う、何て言うんだろう、仕事してる人が頑張りますって、うん、それ当然だから置いといてって話じゃないですか、うん、うん、頑張るのは当然だから、そこが、うんと、はい、そこを主張したいわけではなくて、はい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 、大切にしたいんだったら、はい、このちゃんと意思の疎通を取りましょうみたいな話ですよ、でまた、うん、僕はまたここが違って、はい、なんて言うんだろう、憶測にとどめず確認し、うん、互いにしっかり主張し、うん、しっかり耳を傾けることってあったんですね、うんうんうん、僕多分こっちの人が言うことが、うん、まあ多少合ってなくても、うん、まあいいや、うん、ぐにゃってできるんですね、うんうんうん、曲げたりとか、うん、例えばあの妻との関係においても、うんうん、全部が全部主張はしませんよそんな、うん、それを全部しっかり言い合って、うん、確認し合って、うん、じゃあやってこうね、うん、なんてやりませんよと思って、うん、まあやるかやらないかはあれですけど、でもこの人はそういうことですよ、この人との関係を大切にしたいと思うんだったら、はいはい、もう臆測、この相手はこういうふうに思ってるとか憶測ではなくて、はい、ちゃんと自分の主張はして、相手の言ってることにもちゃんと耳を傾けて、で何かあったらそれも主張してっていうっていうのをちゃんとやりましょうみたいな思いがありますって話ですよ。で二等兵とかみたい、まあ、今みたいなって言おうとしましたね、みたいなごめんなさい、このそういう話しちゃダメ、はい、こうおる、はい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 、自分の意見はおるとか、まあ、合わせるってもいいよって、うんうん、合わせる、うんみたいなことは考えてないって話を言ってるだけで、それが悪いとかいいとかってはわけではなく、多分自分はこういう大切な関係、あこの関係を大切にしたい、で僕はこの、うん、何て言うんだろう、大体さ、うん、あれなんですよ、あの初めに言うじゃないですか、このことを話しますって、はいはいはい、で始まりがこの関係を大切にしたいという思いが根っこにあること、うん、これは多分一番言いたいことなんですよ、ここは一番言いたいことではないですよえこれこの環境を大切にしたい、そういうこれを言いますよって話してるじゃないですか、根っこにある場合はですよ、こっから続きますよって言ってる
この関係を大切にしたいっていう思いがこう根っこにある場合には、この互いの関係に関わる重大なことは憶測ではなくてちゃんと確認取りましょうみたいな、相手の主張もちゃんと聞きましょうみたいな、それが大切だと私は思ってますみたいな主張ですよ。で、はい、僕じゃあ僕も考えたんですよ、はい、じゃあ僕にとってのこの関係を大切にしたいってなんだ、うん、って考えると、うん、いや先ほど申し上げたみたいに、うんうんうん、いやそんなの初めから考えてねえよ、だって初めからそうだもん、まあ、考えてるってことですよね。でもつまり意識はしないけど当たり前に考えてるって話ですよね。だし、うん、まあそれはなんていうの、その時は分かんないんですよ。別に僕別には体調のこの関係を大切にしたいとは思ってませんよ、別に。だから大切にしたいっていう相手じゃないですか。まあつまり彼女とか恋人とか、うん、配偶者とか、はい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 、みたいな、この人を大切にしたい、結婚するんだみたいな時に、はい、そういう決意みたいなもんじゃないですか。で僕はこの、はい、いや主張は別に言わなくてもいいじゃ なんか、はいはいはい、でまあ多少言いたいことがあったら、うん、どうやって言えば伝わるかなっていうのを考えて、うんうんうん、その、うん、絵の具を調節するわけじゃないですか、うんうん、水を混ぜてさ、うんうん、ちょっと薄くしてさ、うん、この辺でどうって、うん、こうなんじゃないのって、そこはまあやり方の問題ですよね。で体調にとってじゃあこの関係を大切にしたいって何ですか。プレゼンですよね。プレゼントはプレゼンですよ。これがいかに良いか説得説得プレゼンですよ。説得とは違う、ほらこれいいでしょ、ほらここにいいってあるでしょ、こんだけ得するよ、儲かるよ。この関係を大切にしたいという思いのことを今聞いたんですけど、はい、あで今はコミュニケーションの方法を言ったわけですね、うん、はいはい、なるほど、うん、この喧嘩をしてはいけないな、はい、みたいなのがあるじゃないですか。僕もどっちかというとそれがあります、うん、でそうすると、はい、まあだから似たようなもんですよね。あそうですね、はい、そうですね、思いは、はい、でそこで手法が違うみたいなところはあるかもしれないですけど、あそうですね、はい、っていうとこの体調ご自覚では、はい、T か F で言うと F であらねばならないっていう T でしたっけ。 F であらねばならないっていう T で、まあ、P は 、うん、確実な感じ、まあ、P と J はまあ P でしょうみたいなところ、ね、N と S は N でしょうみたいな感じですか。まあその辺も微妙ですけどね。なるほど、うんうん、で要は今日この INFJ としたのは、はい、あ、もこちゃんごきげんよう、ごきげんよう、私もこの文章は体調と同じように捉えたと。なるほど、この関係を大切にしたいイコール恋愛なのか、これはまあ恋愛だけにはではないんだろうなと思ってます、ね、はい、強いものっていうのがそうじゃないですか。あんまり思わないですよね、そこら辺のいる人、あんま同僚とか。でもじゃあこの人大切な人じゃないのって言われると、あ、まあ大切な人ですけどみたいな。でもそんなに意識しないじゃないですか、この人を大切にしなければならないみたいな。でそこまで思うのって、まあそうですね、まあ、家族とか恋人とかそんなレベルじゃないですかって話です。で僕、うん、多分どの人でも接し方多分一緒なんですね、うん、はいはい、要は主張し合うべきだ、うん、とは全く思ってない、はいはい、いかにまあなんかこの丸く、ね、分かります、はい、円滑にねっていう嫌な気分がないようにさ、はいはいはい、っていう感じなんですよ、うんうん、だから主張するべきとは全く思ってなくて、はい、あこういう違いがあるんですねとか思いながら、うんうんうん、